川崎市とどろきアリーナは神奈川県川崎市中原区のとどろき緑地内にある体育館。屋内競技のほかイベント等にも使用できる多目的ホールである。施設は川崎市が所有し、川崎市スポーツ協会三井物産ファシリティーズ共同事業体が指定管理者として運営管理を行っている。 生涯スポーツの振興と市民文化の向上を推進する目的で1995年にオープンした。施設はメインアリーナとサブアリーナに分かれている。メインアリーナではスポーツ、音楽などあらゆる用途に利用されており、国際大会や展示会、博覧会などの大規模なイベントを行った実績がある。サブアリーナは メインアリーナの練習会場として使用されることもあるが中原区のスポーツセンターとしての役割も有するためスポーツデーやスポーツ教室を実施しており個人や団体でのスポーツ活動の拠点にもなっているまたトレーニングルームもあり市民の健康増進の一翼を担っている2011年の東日本大震災による被災者を川崎市が受け入れることとなったため 同年3月から7月末までの間、一時避難所として、最大112人の被災者の受け入れを行った。2009年2月8日、WJBL、富士通大会新大田ムウィンター東日本、旅客鉄道南部線武蔵中原駅、東急東横線、東急目黒線新丸子駅からそれぞれ徒歩15分、程度。なお、多摩川の対岸にある東急大井町線とどろき駅と、 アリーナを直接連絡する交通機関はない。川崎市指定管理者制度導入済み施設一覧。ありがとうございます。